しもむの寝るときに聞いちゃってさあ、始まりました。しもむの寝るときに聞いちゃって。えー、第9回目、9月編でございます。で、本日はですね、9月の28日ですかね。29でした。9月29日、木曜日でございます。えー、起きたばっかりのしもむでございます。皆様、おはようございます。こんにちは。 こんばんばはムーです、えー、今の私はおはようございますでございます。朝起きて一発撮っております、ラジオをね、えー。もう9月終わりますんで、あと10、11、12、もう3ヶ月で、えー、終わりますよ。ね、あっという間というかね。まあ、えー、3ヶ月後にはね、えー、正月というね、えー、なんか、 テンションの上がるイベントがありますけど。まあ正月っていうだけでなんかね、やっぱこうテンション上がりますよね。別に予定はないけども、ただそれだけでテンションが上がるというね。ごめんなさい。今全く頭が働いておりません。<laughs> うん、夜撮れよっていう話なんですけど。まあちょっと今ちょうど時間が空いたんで、え撮らせていただいております。 えー、9月編でございましたけど、えー、9月ですね、うん。何がありましたか、うん、まあでもやっぱ一日一日,1日、えー、楽しい日々を過ごさせてもらっております <laughs>、えー。最近ね、思ったんですけど、まあ最近っていうほどじゃないですけど、思うことがあって、あの、ネガティブな人とポジティブな人っているじゃないですか、絶対にね。ねでネグ、ネガティブな人とポジティブな人の幸せの数って絶対違うなと思ったんです。 明らかに、えー、ネガティブな人より、えー、ポジティブな人の方が、えー、幸せの数は多いなと思ったんです。人生の中でね。でそう考えたときに、ポジティブに生きた方が良くないですか純粋に考えたらね。だって、ポジティブな人の方が絶対幸せの量って多いと思うんで。まあ、持論ですけどね。で、まあまあ、えー、なんでしょう。まあ、割と自分は、 ここ最近ポジティブの方なんですよね考え方としてはねまあそれもずっとポジティブだったかっていうとそうでもないですわりかし、えー、ネガティブの方だったね昔はでもなんか生きてるんだったらね楽しく生きた方が絶対いいじゃないですかもったいないなーってう思うようになったんですよねだから一日なんか楽しんでいった方が絶対いいなーと思って、えー、できるだけポジティブな方に考えるようにしてるんですよ だからまあいきなりね、ネガティブな人がポジティブになれって言ってもまあ無理だと思うんですそんなん無理です考え方の問題ですから。まあでもちょっと意識するだけでね、やっぱ違うと思うんです。だから自分もネガティブだったけど、ポジティブになれましたから、ね、そこからやっぱちょっと考え方変わってきてますからね。なんか楽しむっていね。一日一日を楽しむってう、うん、もったいないで人生。損しない方がいいなって。まあそれはね、 生きてれば悩みはありますよ。でも悩んでるけど、そこでネガティブになるんじゃなくて、うわ、しんどいなーって、やべえなーとか言って落ち込むんじゃなくて、逆にね、その悩みもね、うわ、ちょっと待って、俺今悩んでね、結構落ちてね、みたいな、なんかそういうね、楽しい方向にね、えー、自分で自分をいじるというかね、なんか少しでもね、あれ俺ちょっと悩んでるじゃん、なんかね、 言って笑いにするっていうね、うん、絶対も悩みは尽きないですからね、うん、でもその悩みをねえ楽しむっていうね方が絶対いいと思うんですよ、うん、だからしんどい時でもね、えー、楽しむ、うん、楽しんでいいんです、えー、落ち込むんじゃなくてと思いましたねやっぱりそう思いました最近ねあのね私ツイッターの方でね、まあ、バイトを警備のバイトしてるんですけど 今日の休憩所っていうね、えー、その警備に行った現場の休憩所をあげてるんですよ。こういう休憩所ですよって。あんまり知らないじゃないですか。警備員してない人からしたら、どんなところで休んでんの休憩してんの、えー、知らないと思ってね。えー、自分でちょっとその写真撮ってあげてるんですけど。まあ、それ自分の中でちょっと遊びなんですよね。うん、別に自己満でやってるんでね。 えなんだろう自分の遊びとしてただ見てもらえたらいいなっていう。まあ、見てもらわなくてもいいなって。より見てもらえたら、ま、こっちとしては満足するなっていう感じで。えー、遊びでそれやってるんですけど。まあ、それも一つとしてはね、えー、バイト行くじゃないですか。まあ、正直バイトなんか行きたくないじゃないですか。<laughs> 別にね、生きるために行かなきゃいけない。で、その行きたくないなと思って行くのと、なんかどっかで楽しみを見つけて行くのだと絶対違うと思うんですよ、その一日は 行きたくないなぁと思って行くんじゃなくて、どっかで、今日の休憩所どこ、どんなんかな <laughs> と思いながらね、行くことによってちょっと楽しみが一つ増えるから、まあ、遊び場というかね、そのまたツイッターもちょっと見つけたんで、えー、今やらせてもらってますん、ね、で、もしよかったら見てない方はツイッター見ていただければね、えー、今日の休憩所っていうのを載せてますんで、うん、ちょっと遊ばせてもらいます。うん、飽きるまで遊ぼうかな。まあ、飽きたらもうやりませんね。<laughs> また飽きたら違う遊びを見つけてね、やろうかなと思いますよ。だからどう過ごすかじゃないですかね。うん。あともう一つね、思うようになったのはね、えー、私芸人やってるじゃないですか。で、まあ、11年目になりますけど、10年間もちろんまあ売れてないですよね。売れてないから、うわ、売れてないな、やばいな、って落ち込むことが多かったんですよ。えー、前はね。うん。でも、 考え方変えたら、ま、売れてないけど、言ってやりたいことをやってるわけじゃないですか。好きなことをやってるじゃないですか。ね。だから、好きなことをやってる時点で幸せなんですよ。本当にそう。うん。だから、売れてないっていう、このスタートライン。そ好きなことをやるっていうスタートラインですよね。まあ、売れてないです。みんなそうです。スタートラインの時点で幸せなんです。ね。でそこで、プラス、売れてったら、 え、プラス幸せが増えていくっていう、ね、プラス方式ですよね。で、スタートラインの時点で幸せなんですよ。売れてない。芸人。ね。だから、売れてないから、うわぁ、ダメじゃんとかね、思わなくていいんじゃないですか。売れてなくても幸せでいいんじゃないですかって思うようになったんです。うん。売れてなくても幸せ、本人が幸せと思えばね、別に。まあ、だからその別に、 向上心はありますけどね。またその話は別ですけど。うん、だから考え方変わりましたね。なんか売れてないから、なんかね、マイナスの方に考えるっていう考え方はもうないですね。あんまり、うん、まあ好きなことやらせてもらってるだけで、スタート時点が幸せだから、うん、幸せですね。売れてない。今でもね。<laughs> かといって、そのまま幸せだから売れないでいいのかっていうと、また,また話はちょっと別なんですけどね。 まあただそれも考え方一つでね。えー、なんでも一日をね、なんかね、楽しく過ごさないのがもったいないなと思うんですよ。みんななんか楽しく過ごした,ったらいいのになと思うんですよ。うん、なんか悩みがある中でもね、うん、みんながみんな楽しく生きた方が絶対いいじゃないですか。うん。でも本当にだからしんどい時っていうのは、だからなんだろう、うん、ずっとずっと しんどいっていう考え方じゃなくて、例えばもう一日だけはもう落ち込んで、次の日からちょっと切り替えて、うん、ポジティブ、うん、に生きるっていうのがいいんじゃないですかね、うん。もったいないなと思いますよ、うん。生きてる限りね、生かされてるんですからね。うん、生きてる意味はありますからね、何かしらはね。<laughs> 今日はね、ちょっと熱い話になりましたね。うん、寝起きにする話じゃなかったです。でもね、最近そう思うんでね、うんうん、すごい。 いいですよ、コンディション。えー、今年のコンディションは全然いいですよ。うん、これがずっと続いていけばね、全然いいと思います。っていう感じですかね、9月はね。10月も楽しみですね。えー、10月は親父が誕生日なんでね、えー、もうかなりの年になっていきますけどね。えー、私たち若者が頑張らなきゃいけないですね。<laughs> まあそんな感じえー、9月編は終わりたいと思いますかね。じゃあ皆様。 え、本日も、え、シモナー下名の皆さん、シモナーって全然言ってないね、俺ね。このシモムの寝るときに聞いちゃってを聞いてる人たちのことをシモナーと言いますって最初の方に言ったんですけど、ずっとシモナー言わずにやり続けてますね。え、シモナーの皆さん本当に感謝してますんでね。え、このラジオはシモナーのおかげで成り立ってますんで。えー、皆様ね、えー、ありがとうございます。えー、日々。 一日一日お互い楽しい一日になることを祈っておりますので、じゃあ終わりたいと思います。えー、皆様、本日も明日、おやすみなさい。